プレイごとは、石川県金沢市片町にあるオーフショッピングモールである。日本で最初のタウンマネージメント機関によるテナントミックス事業として2001年3月29日にオープンした。金沢の繁華街である片町の一角、十数年間有給地として放置されていた場所に、金沢商業活性化センターが建てた商業施設。内部に、 フィレンツェさんの大理石が敷き詰められた、楕円形のパティを設けてその周辺にファッション、ジュエリー、ファッション雑貨などの物販店と、パティを囲むようにオープンカフェレストランが配置されている。すべて1階建ての建物であるが外観は2階建てと、同じ高さとして、周囲の街並みとの連続性を考慮しており、こうした点が評価されて、第8回、石川景観大賞。 第24回金沢都市美文化賞を受賞している。パルド閉店後、その跡地は、有給地として放置され、金沢市の中心商店街活性化の上で、長らく懸案となっていた。1998年10月に、金沢市中心市街地活性化基本計画が、策定されると、金沢市と金沢商工会議所、地元の中小事業者等の出資で、 金沢商業活性化センターが設立され、翌1999年3月にパルドゥア土地の利用も含めたとも構想を策定。同年4月に金沢市からとも構想認定を受けて、日本で最初のともによるテナントミックス事業として整備されることになった。2001年3月29日に竣工、開業。2012年施設全体の改修。 リニューアル工事を実施石川県金沢市片町1の3-21ありがとうございます。